はい、皆さんこんにちは。円満相続税理商人の立花です。今日は本郷美術骨董館の吉村民さんをお越しいただきましてですね、美術品の相続についてお話をしていこうと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。前半は本郷美術骨董館の方でいろいろ美術品についてとか教えていただいたんですけど、本郷美術骨董館には相続について、美術品の相続についてすっごいいろいろ質問来るので、今日先生にいろいろ教えていただきたいと思いましてやってきました。はい、よろしくお願いします。お願いします。まずもう本当に美術品を相続した場合っていうのがやっぱりすごく、まあ、お客様の質問として多いんですけど、はい、相続税ってかかるんですか？はい、バッチリかかってきます。バッチリですか？バッチリかかってきます。基本的には、はい、もう金額が小さいから非課税になるとかそういったことは一切なくて。ないですか？はい、もう本来であればもう一つずつ金額をちゃんと査定して申告をしていくっていうのが基本です。そんなに厳しく？あ、ただですね、はい、やはりそこまで実際厳しいかっていうとそうでも実はなくて、普通の一般的なご自宅であれば、はい、家財一式っていうことで、はい、もうテレビとかもうそういったものとかも全部ひっくるめて、一律、まあ、10万円ですよ、20万円ですよ、30万円ですよみたいな感じで申告をしています。私まだ相続をしたことがないので、そもそもどうやって相続するのかがいまいちわからないですけど、はいはい、税理士の先生に家に来てもらったりとかするんですか？そうですね、行くこともよくありますよ。それはじゃあ、すみません、先生相続することになりました家に、はい、まあ、テレビなんとかいろいろ、あと美術品とかいろいろあるんですけど、はい、見てもらえますかっていう依頼をする。ただ私たち税理士はやっぱりそのものを見て、はい、あ、これいくらですねっていう風なところまでの力がないので、はい、結構その骨董品集めるのが好きでしたっていう方であれば、それこそ本郷さんのところとかに鑑定を依頼してもらって評価出してくださいっていうお願いをしますね。そのレベルがいろいろあると思うんです。本当になんか壺が 1,2 個ある、はい、っていう方から、もう本当にお父さんがいろいろ好きで集めていたっていう、はい、なんかその辺の依頼をした方がいいか、それかまあ自分たちでなんとなくその家財意識でやっちゃった方がいいかの基準ってどういうところで先生は判断してますか？一つ言えるのはですね、その金額の基準ではなくてですね、その骨董品ですとか絵画を購入してから日が浅いかどうかで一つ物事を考えますね、はい、というのがその相続が発生する例えば直前に買いましたっていうことであれば、この税務署の人がこう税務調査に入ったときって、はい、亡くなった方の過去10年分の預金通帳を見るんですよ。10年分、あとご家族の通帳とかも10年分見るんですけど、その亡くなった方の通帳をこうひっくり返して見ていくと、例えばその100万円分のこう何か壺を買った記録が残ってますよ、はい、いうのが残ってると、この購入履歴ありますよね、この現物どこにありますかと。で、買った時100万円だったんだから今もそれなりの価格になってるんじゃないですか、うんうん、っていうこととかになるんで、やっぱりそういったものは一つずつこう付け合わせをしていく必要がありますよね。で、その昔々から持ってるものっていうことであれば、一義的にはその通帳見ただけでわからないっちゃわからないんですけど、うんうん、でもわからないから申告しなくていいってわけじゃないんですけど、はい、まあ、そういったから一つありますかね。例えばですけども、まあ、そのおじいちゃんがちょっと前に壺買ったと、100万円だったと、でもなくなっちゃったと、じゃあもうわからないから本郷美術骨董館に持ってってみた、はい、そしたら200万円になってましたって言われましたとか、うんうん、はい、あとまあ残念ながら偽物を捕まされていて1万円でしたみたいな感じだった場合は、まあ、専門家に見てもらった、ね、値段が採用されるものなんです、はい、そうです。相続税の世界ではあくまで亡くなった時にその価格いくらなのっていうので見ていくん でそれを持ってって、この本郷さんが200万って鑑定するんだったら、じゃあ200万だねってことで相続税計算しますし、はいはい、1万円ですってことであれば1万円で計算しますし、やっぱりたくさん持ってる方はちゃんと値段を出してもらう方がいい。そうですね、まあ、数もそうですし、その一点物で、はい、例えば何百万で買った絵画がありますって言った方も、まあ、やはりそれを見てもらった方がいいかもしれないですね。じゃあそれでも相談はするけど売るつもりはなくて家にあるもんだからみたいなのってどうなるんですか？それも厳密に言うとやっぱりその価格を出さないといけないんですね。でその時やっぱり実務をやってて私たちも困るのが、その売るつもりがないのにその査定を皆さんにご依頼するのはなんか心苦しいよねっていうことで悩んじゃうことがあるんですけど、でそういったサービスは
あるのでしょうか。あります。まあ、でもまず一番最初におすすめしているのが無料査定をしていますので、写真を送っていただくと、まずそこに値段がつくのかつかないのか、でついたとしたらいくらですっていうようなお話をしているんですね。でじゃあそれがまあ高かったりとかして、でまあその評価をしてもらいたいという場合は、現物をまあそれぞれの専門の鑑定士のものに見せてもらって、でそれで査定を出させていただいて、でその後に、まあ、その評価書っていうのを作成するんですけど、まあ、売るつもりがない場合、税務署とかに車販をして提出する用の書類になるので、1点につき3000円かかるんですけど、まあ、その後にやっぱりもうじゃあ売っちゃおうかなってなった場合は、私たち売買をあのお仕事にしているので、まあ、そのいただいた評価の時もお金っていうのは、お返しするっていう形ではやっております。なるほどなるほど、それはすごくいいですね。あの、まあ、3000円でその評価の安全性がかなりというかもう非常に強くなるので、まあ、正直なこと言うとその税理士もそうですし、税務署の担当の人一人一人が詳しいわけじゃないんですよね。その海外に全部精通してるわけじゃないんですけど、評価されてる金額に根拠があるのか否かっていう視点で見てるんですね。でその根拠が昔買った金額がこれだからこれっていうのもまあ一つの根拠になりますし、それこそ外部の専門家さんにこう見てその評価書を出してもらっている、まあ、これ非常に強い根拠になります、はい、あのそういう視点で見るとその私たち美術骨董品屋さんとあと美術年鑑表っていうのが、アート美術品とかがいくらぐらいの本っていうのがあったりするんですけど、実際はそれはなんかこう発表価格であって、私たちが買い取る時っていうのはその値段通りじゃなかったりするんですよね。なるほどなるほど、まあ、安い場合もあるし、まあ、値上がってる場合もあるしっていうことがあるんですけど、先生たちはどっちを選択されてたりとか、なるほど、まあ、実のところを言うとですね、強いあの鑑定士さんに出してもらったものっていうのもこの1点で評価にしていくんですけど、実はその簡易的な査定の場合には3つぐらい査定を違うところから取って、でその平均値を評価にするっていうこともあります。でそういう手法はやはりその説得力があってですね、全然こう違うところの3社の中間だったら、あのかなり強いものになりますね。まあ、そういう美術品、骨董品っていう風にちゃんと分類されるものだったら見てもらうところもあると思うんですけど、ずっと使ってた桐ダンス、エルシャ絨毯、ああいう、ね、ものもあると思うんですけど、そういった相続の時はどうなりますか。そうですね、よっぽどすごい桐ダンスとかじゃない限りは、まあまあまあ、あの家財一式の中にひっくるめて申告して問題ないかなと思いますね。家財意識としてカウントされたくないとかっていうものは捨てちゃえばいいですよね。そうですね。ですね、あのやっぱり相続が始まったその瞬間どうだったかっていうふうに見ていくんですね。なんで相続が始まる前に捨ててるんだったらいいんですけど、相続始まった後に捨ててたらそれはダメです。知らないとあれですね。すっごい汚い、例えばもうシミだらけのペルシャ絨毯があって、でもペルシャ絨毯で相続の時にあったら、ペルシャ絨毯として認識されちゃうわけですよね。そうですね、まあ、ただそのペルシャ絨毯を例えば本郷さんのとこ持ってってこれ査定出してくださいって言ったら、多分そんなに値がつかない、買い取れませんって買い取れませんってなると思うんで、まあ、それは評価ゼロってことになります。あ、そっか。じゃあそういう、まあ、本当に汚かったりとか、だけどちゃんと、まあ、なんか受け継ぎたいなっていうものがあったら、例えばうちに持ってきていただくとか、何かで評価してもらえるのはそれなりになるってことなんですね、そうですね。今までで、いろいろな相続を受けてたと思うんですけど、骨董関係で何か困ったりとか、印象深いことって逆にありますか。ありますね、まあ、とある方がですね、まあ、絵画がお好きで、でこう家にこう著名な絵画がたくさんあってですね、まあ、その方のまあ、いいねというか、まあ、この絵画今売ったらこのくらいの金額だよっていうので、あの査定とか取らなくて大丈夫ですかって、まあ、多分このくらいだから大丈夫っていうことでそのまま申告したんですよ。そしたら税務調査が入りましてですね、であの例の絵画はどちらになりますかって聞かれて、いや絵画たくさんあるんですって言ったら、家中の絵画の写真全部写真で撮ってですね、ご相続人さんが小さい時に描いた絵とかも全部写真が素人のそれは息子が描いたやつですね。でも本郷美術高等館にも逆に税務署の方とか
か、まあ、そういう国からの依頼もあって、はい、町の館長なんかは差し押さえの現場にも行ったことがあって、あ、もう本当刑事ドラマの一員だったんじゃないかみたいなエピソードとかもあって、はい、やっぱりその辺の絵画とか美術品っていうのはそういうのもね、はい、いろいろ出てきますよね。そうですね、うん、例えばですけど、はい、本物だと、まあ、正式なものだと思われてたものがちょっと査定してみたら偽物だったみたいな場合は税金、ね、うん、それであれば、あの相続税の申告においては偽物の価格ですよね、うん、相続開始時に偽物であるわけなんで、はい、当然その偽物の金額が相続税の対象になります。そういう意味でもやっぱりちゃんと見てもらった方がいいと思います。そうですね、その例えば1000万で本物だと思って買ったものが本当は1万円の価値しかなかったですよ、ね、でその1000万の価値として申告しちゃうと、まあ、税務署の人っていうのはその税金高く払う分にはあまり何も教えてくれないんですよ。そうなんですか。なので、あの損しちゃうことになりますからね。ただその1000万で買ったって履歴が残っているの で、うん、で預金通帳からも1000万がこう抜けてる形跡が残るでしょうから、うん、まあ、税務署の人からすると、いやこれ1000万で買ったものですよねと、うん、本当にこれ偽物なんですかということとかを、あの指摘される可能性はすごく高いと。その場合、やはり偽物ですっていう証明はどこが出したら信じてもらえるんですか？これはですね、あの納税者に直接は言わないんですよ、はい、やっぱりその鑑定評価書を出したあの本郷さんのような鑑定事務所とかさんに行って、はいはい、これ本当ですかってことを言われるでしょうね。じゃあこれから、まあ、お家に骨董品、美術品がある方はどういうところに注意してたら困らないですか？そうですね、数がたくさんある人はやはり棚卸しというかそのリストみたいなものを作っておいてくれると、残された遺族からするととても助かると思います。その現物だけあっても、あの家族が全然興味のない人だとわからないんですよね、これどこの誰々さんのやつだ。でそれこそもしかしたらその査定を依頼したところがその悪徳なところで、本当は高いものだけどこう安くしか買い取れませんよって買い叩かれちゃうこととかもあると思うので、やっぱり数が多い人はリストを作っておいて、あのいただけるとすごくいいと思います。その買った時のものとかの値段とかそういうのって、そうですね、あの前編でお話をしたんですが、美術品を売った時の税金の取り扱いはあの本郷さんのチャンネルでありますのでぜひ見てほしいんですけれども、その当時買った時の金額がわからないと売る時の税金がものすごく高くなっちゃうので、いくらで買ったかっていったことも必ずあの分かるようにこうリストに入れておくと、あのご家族としてはすごく助かります。あともう一個なんですけど、はい、仏像とか金でできた仏像とか、はいはいはい、その、まあ、宗教関係のお鈴とか、はい、その辺を持ってくる方もいるんですけど、はい、それが非課税だったという話をちょっと聞いたんですけど、はい、そうですね、あのお墓ですとか仏壇ですとかそういうものについてはこれ非課税財産と位置づけられていて相続税がかからないんですね。ただその性質を利用してですね、近年行き過ぎた相続税対策として、うん、あの金の仏像ですとか金のお鈴を販売して、うん、でこうキャッシュで持ってるとこう相続税かかっちゃうから、うん、金の仏像にしときましょうと、うん、そうするとその分こう相続財産が減りますので、はい、相続税少なくなりますね、はい、っていう節税商品的に売ってるものがあるんですね。ただそれはですね、仏壇とかそういったものというのは日常的に礼拝に供しているものだけが非課税とされていて、うん、はい、例えば金の仏像を金庫の中に入れてたとしたらそれは非課税になります。はあ、じゃあ形してりゃいいってことじゃないんですね。そうなんです、日常的に礼拝のように供してればよいとなってるんで、少なくとも銀行の貸金庫の中に入ってたらダメです、うん、あの普段は金庫の中とかだとダメですね。いろいろこう知っておいた方がいいことっていうのもあります。そうですね、あのつい最近も、うん、あの銀行の貸金庫の中を、はい、に保管していたものについて、あの銀行の監視カメラとかのチェックで税務調査で否認されたっていう例があるので、あのやっぱり変なことはできないっていうのはあの前提として皆さん知っておいていただけるといいですね。なるほど、そういうごまかしは聞かないです。そうです。例えばですけども、掛け軸が100万円という評価を受けてで、はい、だけどもこれいらないのでってことで税金として納めるんじゃなくて物として納めたいっていうのは認められるんですか？はい、仏能ですね、はい、で仏能はですね今ほとんど認められないんですよ。
その物がいいか悪いかじゃなくてですね、本当にお金で払えない人だけが仏納をすることができるんですね。でその本当にお金がないっていうのが、ご自身の生活費を3ヶ月分くらい残してキャッシュ、それ以外はまず全部相続税に当ててくださいって言うんです。でそれでも払えないと、じゃあ分割払いはできませんかって聞きます。厳しいですね。で分割払いも難しそうだよと、じゃあ仕方ないから仏納を認めてあげますという位置づけになっているので、はい、今1年間に仏納が認められるのは日本全国に60人もいないんですよ、50何人か。なんで大変厳しいですね。なんでいらないからこれ相続税当てたいっていうことはできなくて、当てたいんであればそれを売却してキャッシュにして当てるってことになります。はい、ということでですね、今日は本郷美術骨董館の吉村さんにお越しいただきましてですね、骨董品の相続についてお話をしてきました。円満相続税理士法人ではもうこういったですね、買取査定のプロフェッショナル集団の方々と一緒に相続税申告をやっていることもありますので、まあ、ぜひともお気軽にお越しくださいませ。でまたですね、本郷さんの、チャンネルに行っていただきますと、またですね、今日の動画の前編、骨董品などを売却した時の取り扱いについてお話ししていますので、ぜひそちらのチャンネルもご覧いただければと思います。本日はありがとうございました。ありがとうございました。一言どう？ぜひ見てください、前編も。